横山北斗は日本の政治学者、政治家、作家、病院理事長、元衆議院議員、東京都出身。帝京八王子高等学校、中央大学法学部政治学科卒業後、白鳥令に支持し、1996年、東海大学大学院、政治学研究科博士課程を修了し、博士となる。専門はイギリスの福祉政策で、 1997年、弘前大学教育学部助教授に就任。これを機に、青森県へ移り住んだ。2002年、弘前学院大学大学院社会、福祉学研究科教授に就任。2003年1月26日に行われた、青森県知事選挙に出馬を検討していた参院議員の田辺正美が出馬を断念し、大学教授の横山に、 白羽の矢が立ち、30歳代で、知事選に立候補した、全国初の候補者となった。横山本人は完全無所属を表明したが、田辺の意向で、民主、自由に推薦願いを出すことになった。しかし、民主と支持母体の連合青森は、現職の木村森尾知事を支持した。また、選挙戦の最中に、広崎学院大学から、 立候補に伴い教授を退職にすると記した文書が送られてきたため、横山は出馬に伴い様々な圧力がかかったが、そうしたものには屈しないと不当解雇で同大を訴え、この結果、選挙中に裁判所に出廷させられるという異常な戦いを強いられた。選挙結果は、県と青森市では、横山の得票が木村を上回ったが、8万票の差で敗れた。落選後、 横山は裁判に勝訴し、大学教授に復職を果たすが、当選した木村知事は、週刊新潮に、セクハラ不倫疑惑が報じられ、辞職勧告決議が可決される。木村知事は、辞職を拒んでいたが、青森県議会に、知事不信任決議案が提出され、採決前の5月16日に辞職した。木村の辞職に伴って、 同年6月29日に行われた出直し知事選では横山が勝てると踏んだ民主、連合、さらに社民も一転して横山を推薦したが横山は純粋無所属を標榜し学生がテレンを中心に草の根選挙を展開した。選挙戦は横山優勢で進んだが自民、公明の組織戦の前に逆転を許し、僅差で三村慎吾に敗れた。 この時、三村陣営の選対本部長を務めた津島雄二衆院議員は芸術的勝利、奇跡の大逆転と絶叫し万歳参照を行った。同年、第43回衆議院議員総選挙に青森1区から無所属で出馬。この時も横山は無所属にこだわり、民主、社民、共産、横山以外の無所属候補者も乱立する中、 手堅く組織票を固めた自由民主党の津島雄二に僅差で敗れ、地元市の指揮者による選挙票では民主党から出馬していれば当選していたと指摘された。落選後、2004年から小沢一郎衆院議員の政策秘書を務め、2005年の第44回衆議院議員総選挙に青森一区から民主党公認で出馬した。初めての政党公認候補となったが、 連合青森は横山の推薦見送りを表明した。衆院選の数ヶ月前に行われた青森市長選挙で横山は半角年をライフワークとする当時県会議員で後に青森市長となる鹿内ないと共に特定の候補者を応援したがこのことが東北電力労組の反発を買った。選挙結果は選挙区では自民党の津島雄二に敗れたが 比例東北ブロックで復活当選している。2009年の第45回衆議院議員総選挙でも東北電力労組は不支持を表明したが民主党への追い風に乗って投票締め切りと同時にテレビニュースで当角の方が流れ10万票を超える得票で圧勝した。2009年の総選挙は民主党300議席長の政権交代選挙であったが 青森県では4選挙区のうち民主党公認候補で勝ったのは横山だけだった。選挙戦を通じた県内の政策論争も自民対民主ではなく自民対横山で争われ、それは地元市の一面で報じられた。政権交代後、横山は県連代表となるが横山和人が目立つ姿が嫌悪され、県連内での孤立を深めていった。とりわけ、関内閣に対して、 官僚こと稲荷の政権として批判する徹底した姿勢が県連内での横山おろしにつながり、2011年7月19日、代表辞任に追い込まれた。しかし、その後も2012年3月30日、消費増税の閣議決定に抗議し、民主党政策調査会副会長を辞任。同年6月26日、衆議院本会議における社会保障。 全一体改革関連法案の採決でも増反し、反対票を投じた。民主党を除席され、新党の結成に参加し、日本未来の党から2012年の第46回衆議院議員総選挙に出馬したが、大差で落選した。落選後は、日本未来の党の後継政党である、生活の党に所属していたが、2013年6月に離党した。2014年の 第47回衆議院議員総選挙には出馬せず、2014年、2015年と、続けて、新選組、土方歳三の歴史小説を出版している。2015年12月18日に、記者会見を行い、2016年の第24回参議院、議員通常選挙に、日本を元気にする、開港人で立候補する意向を表明したが、2016年2月24日に、 これを撤回し、青森市長選挙に無所属で出馬する意向を表明した。その後、青森市長のし内博氏が、青森駅前商業ビルの青ガを経営する第三セクターが破綻したことを受け引席辞任したため、11月、青森市長選挙に政党の支援を受けず無所属で立候補した。横山は、従来の青森駅周辺中心から郊外を、 重視したちづくりへシフトするよう訴えるなどしたが、大差で落選した。横山は、資金パーティーも、現金集めも、一切行わず、無所属にこだわり、金と組織に頼らないを、自身の公約に掲げてきた。親兄弟も政治家や資産家ではなく、地元出身者でさえなかった。2017年8月からは、青森市にある、浅虫温泉病院の理事長となっている。 また、2018年からは、日刊誌のコメンテーターもしている。ありがとうございます。